今回はデッドリフトがうまくできない方の共通点とその改善方法を紹介していきますまあ、先に結論から言うとうまくデッドリフトができない方はスタートポジションがずれていることがほとんどです でスタートポジションずれる原因としては腰を痛めたくないからしっかり体を起こすとか鏡を見てしまうまあ、この2つが結構な原因かなと思いますなのでデッドリフトが得意な方のスタートポジションそしてデッドリフトがうまくいかない方のスタートポジションこの2つを比較して見ていくとわかりやすいと思うのでまずは2つの比較した映像から見ていきますまずは安定したフォームを取れている例です 次にデッドリフトが苦手な方に多い例です。この二つの違いを比較してみると、まず一つ目が上半身の角度、そして二つ目がバーと肩の位置関係、そして三つ目がファーストプルの動きになります。ファーストプルとは床から膝までの距離のことを言います。 ではこの3つを比較しててみいきます。まず1つ目上半身の角度なんですがデッドリフトというのはは基本的ににに上半身はバーにある程度かぶさった状態になります。なので少し体がお辞儀しているような形が理想なのですがうまくいかない方というのは体を少し起こしてしまっている傾向にあります。デッドリフトというのは背中とかお尻ハムストリングスといった体の後ろ側にある筋肉を使って居上するのですが。 体を起こしすぎるとお尻が下がってしまい、ハムストリングスのテンションが抜けてしまいます。で、ハムストリングスの位置関係を見ると、骨盤の下から膝裏までつきます。そしてお尻の筋肉は骨盤の上側から太ももの上の方までつきます。そして腰の筋肉、背中の筋肉は骨盤の上側から頭に向かってついていくような形です。で、これはお互いうまく引っ張り合って、 いわゆる骨盤を安定させて腰を痛めないために動作を行えるといったメリットがあるのですが体を起こそう起こそうとしすぎるとお尻が下がってハムストリングスがどんどん近づく形になりますで、こうするとハムのテンションが抜けてしまうんでいわゆるこの骨盤が不安定な状態で動作を始めることになりますそしてもう一つ上半身を起こすことで変わるのが肩とバーの位置関係です基本的には バーで肩甲骨の真下辺りに入ってくるのが理想なのですが上半身が起きてお尻が下がっている例では肩とバーが直線の関係になります。肩とバーが一直線になることでバーが前に流れやすすくもなりますバーが前に流れると腰とバーの距離というのが離れて腰の負担が強くなるんで腰を痛める原因にもなります。そして3つ目のファーストプルの動きの違いも見ていきます。 基本的にファーストプルという動きはお尻と胸全体上がっていきながら膝が伸びていきますでそこでバーがまっすぐ上がっていって膝をだいたい超えるタイミングでお尻を突き出すことによってバーがまっすぐ通ることができるのですがこれ上半身が起き上がっている状態では膝が邪魔でバーがまっすぐ上がることができないですじゃあそうするとバーを通るスペースを確保しようとお尻を斜め後ろに引いたりとかお尻を 無理やり上に上げてバー,をバーの通り道を作るのでこういった動きをしてしまうと腰に大きな負担がかかります、まあ一般的なイメージとしては体は起こしている方が腰を痛めにくいとイメージされている方も多いんですが実際はデッドリフトっていうのはある程度お辞儀した状態でバーに上半身がかぶさっているぐらいの方が腰は痛めにくいと思います。 でどれだけ前に倒せばいいかっていうのは何点か見るポイントがあって先ほどの肩とバーの位置関係肩えバーが肩より後ろにあることそして斜め前から見ると分かりやすいのですが膝と腕ここがつらい位置になっていること、まあ、大体この辺りが目安になってくるんじゃないかなと思います。腕より膝が前に出てしまうとお尻が下がったり体が上に上がってる証拠になるんでそういった目安も作ってみてください。 状態が起きすぎないための基本の作り方としてはまず太ももの前に手を置きますでその状態からお尻を後ろに引いていって上半身はお辞儀するように動かしていきますいわゆるヒップヒンジという動きですでそうすることで腿の前にあった手が膝の前まで行きますでその後は膝を曲げるような形でバーをつかみに行きます この姿勢が作ることができると肩よりバーは後ろにある状態なので綺麗なスタートポジションが作れている形になりますでこの際に注意してほしいのがお尻を後ろに引いて上半身をお辞儀していくこの動作中に重心自体が後ろに流れていいかないことですでこうなってしまうと膝を曲げていっても肩とバーの位置というのはこれ。 まっすぐの状態になってしまうのでこのような姿勢にならないように気をつけてください以上がデッドリフトのスタートポジションの解説になります特にこの高重量を上げるデッドリフトではこのスタートポジションがしっかりとできてるかできてないかっていうのが怪我をするかしないかの分かれ目にもなったりするので今日解説したポイントは必ず意識しておいてくださいまあ、こういったポイントのチェック方法としてはまず正面の鏡を見ないこと 顔が上がが上上るると上半身が起きやすす。くなるんで注意しますで横に鏡がある場合もいちいち横を見てチェックするというのは良くないので、えっと、動画の中で紹介してた腕と膝が揃う位置であったりとか、まあ、肩と,えっとバーの位置関係を見てもらったりとか、まあ、あとは自分の感覚っていうのをしっかり磨いてもらうのもいいかなと思います。 で感覚磨くためには横から動画撮影したりとかで日々自分のフォーム撮影してもらってその後見返すっていう方法をとってもらえるといいと思うんででまあそういった形で今後のデッドリフトに活かしてもららえたらなと思います。でその他のフォーム解説も概要欄に貼ってますんでえよければそちらもご覧くださいそれでは今日はこれで終わります